アブロランカスターの FN-24 連装ビブ銃刀、アブロランカスターの FN-5 に連装機種銃刀、ナッシュトムソンは航空機用の油圧作動式銃刀を専門に製造する英国のエンジニアリング会社であった。また、H2S と AI マーク、A とといった油圧作動式レーダー操作機構の重要な製造業者でもあった。 ナッシュトムソン社は1929年にキングストンアポンテームズでアーチボールド・フレーザー・ナッシュとヘンリー・ロナルド・ゴット・フリーの共同事業として設立された。もともとはフレーザー・ナッシュ社が生み出した重道の開発をするために設立され、それゆえにその設計の形式名の頭には FN の文字が付けられた。英国内での主な競合製品は フランスのサム社設計のライセンスを持つ、ボールトンポール社の製品であった。FN 銃道が航空機の油圧システムから供給される油圧で作動する一方で、BEP 社製の銃道は、各銃道に航空機の 24V 電気システムで作動する独立した油圧ポンプを装備していた。1996年にナッシュトムソン社のアリ族会社は、ML アビエーション社に買収され、 MLA は最終的にコブハム社に買収された。ナッシュトムソン社は幅広い航空機用銃刀を製造した。すべて油圧作動式で明記しているもの以外は0.303インチビッカース経過、ブローニング機関銃を装備していた。多くはパーナル航空機で製造された。ML アビエーション、ありがとうございます。